今回ですね、P2 カードの新しい廉価版のシリーズとしましてですね、 E シリーズの P2 カードを発表させていただきました。こちらにございますのが、P2 カードでございますけれども、一番下のライン、これがですね、従来の P2 カードであります。その上のシルバーの、ものが、これが今回の発表をしました E シリーズでございます。また合わせて、当社からだけではなくてですね、マクセルさん、フジフィルムさんからも同様にこの E シリーズのカードは、発売されていくこともなります。今回の E シリーズのカードの特徴としましては、一つは、価格でございます。これまでの P2 カードの約半額もしくは3分の1といった、非常に、大きなコストメリットを出すということに成功しております。例えばアメリカの場合ですが、64ギガの P2 カード E シリーズ、これは、998ドルという値段を設定させていただいております。発売は16ギガ、32ギガが、今年の5月、64ギガは今年の8月からでございます。またもう一つの特徴としましては、高速のスピードでございます。転送速度が非常に大きくアップしております。各カード、理論値としまして約 1.2GBps という、スピードを持っております。